はようございます。ありがとうございます。おはようございます。今 おはようか早くごめんなさい。なんかエミさんの素晴らしい投稿を今めっちゃ読んでしまいました。なんか早起き部に入っているという、なんかすごいすごいですね。なんかちょっとちゃんとここ見ればいいか、見ても分かんないか、ちゃんとちゃんと読んでないんですけど、今見てた虎年で虎の時刻が3時から5時なんですって。あ、持ってくればよかった。それでちょっとちゃんと言えないけど、とにかく、あ、でもその3時から5時に起きてると、なんかすごいいいことが、ちょっといいことがあるって言うと、なんかあれかな、なんかすごい特別な、私はなんか逆に3時から5時に起きてんのが好きだったんですよ。そっから寝るのが。だけど、こっちになったんで、そこの時間にアクセスするにはもっと早く起きるしかないみたいな感じだなとか思ってね、今見てましたけど。でもなんか邪魔が入んないからいいんですよね、その時間ってね。そう、まあねとか思いますけど、そういえばうちの埼玉の方に住んでるおじさんが、なんか前から虎の、ちょっとまたちゃんと調べて言えばよかったんだけど、虎のなんか身代わりみたいな、なんていうの、かわいい虎の置物っていうか陶器の虎を、なんか虎の日があるのかな、虎の時刻とに合わせて、なんかそこに取りに行って、なんかもらってきて、でそれがなんかお守りみたいになって、でまたこう循環するっていうか、終わったやつまたおじさん取りに来て、それで新しい虎くれて、それでその虎はまたその虎の時刻に返しに行って、なんか壊すのかな、なんかそんなの、そういえばやってたなと思って、虎の時刻とか言ってたけど、それ3時から5時に行ってたのかなとか思ったりしましたけど、なんかね、そんな今読んじゃって、ちょっとそれ思ったんですけどね。そうですね、やっぱりもうなんか時間を作るには前倒しするしかないって本当に思いますけど、だから今やれてないことをどっかに突っ込むのはもう本当に前倒しするしかないと思ってましたけど、ああそうかってね思いますね。なんかね、ちょっとそれで2月のね、もうすぐこう節分だし、ね、旧暦のお正月っていうのかな、なのでやっぱり新しいことを始めるのはいいから、まあ、早起きは一番手っ取り悩まないですよね、始めるのにねとか思ったりしましたけど、でもなんかもう本当にこのつれづれ話、それを思ってたら、なんかただ思考、私の思考回路の順番に言ってるって感じですけど、そう思ったら、ああと思って、去年のちょっと正確じゃないんですけど、その2月のそれこそでも本当に3日とか4日が多分月曜日かな、日曜日なんかその辺から本当に私は逆転したんですよ。その朝夜型から朝型に、徐々にじゃなくて一瞬でっていうか、でそれはまあちょっとしたなんかそういうなんていうのかな、ある出たいやつがあって、でそれが早かったからっていうだけなんですけど、そんなもんなんだなみたいな、決心とかでもなんでもないから、ということはなんか時が来たらそうなるのかなと思ったりもしますけど、なんかね、始めたらいいですね、絶対ね、1年のね中でもね、その2月3日4日3日が、そうだ、2月3日がその新月なのかな、あ違う、あ今日がし、あれなんか明日が新月、なんかそんな感じですかね。そう、
そうです。だからまあね、新月って新しいことをスタートしたらいいし、もうね全部そう、いろ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 そうだけど、でもたまたま去年確かにそのスタートが2月だったから、あのいい時始めたんだなと思いました、その2月の最初の時に。でなんかねミルクさんに出会ったんですけど、そこでっていう感じで、まあねそういう、こうタイミングよくスパンってやったことって意外とこうずっとこう、だから流れがいいっていうか、いい軌道に乗っちゃうみたいなことにねなるのかもしれないなって思いました。ではちょっと行きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.
終わりました。ありがとうございました。ちょっと散らして。こっちだ。ごめん。なんか今最初の方でくしゃみが出るかもって思って、かなり最初の方だ。まあそしたらもうしょうがないなと思ったら、後から鼻水みたいな感じになりましたけど、あのこんな感じでした。昨日と一昨日ちょっとあの、まあ、またどうせつれずれ話なんですけど、今日内容ないかもしれない。新月の旧正月ですね。新月の旧正月って正確にいつなんですか？今日っていうか、新月が2月、それはね、それはっていうか、神宮寛さんがのね、最近言っているあの方の、ブログが、あのなんかやっぱりあの方はっていうか、まだ全然よく知らないんですけど、あのお寺のねお嬢様で、そういうお香とかもやるんだけど、あのもう香りのスペシャリストですよね。だからあのあらゆる国のあのなので、そういうなんだったっけ、エジプトのねとか、そういうなんかエジプトの儀式で使われるのとか、全部もう本当に本格的ななんかこう調香のやり方っていうか、それでなんか昨日かはなんかはあのキフィだと思うんだけどな、キフィね、キフィっていうあのなんかお香のエジプトじゃないかなと思うんだけど、お香のことをずっと書いてて、っていうかあのなるほどと思ったんだけど、新月にそれを、本当に儀式ですよね、新月にそれを調香して、あのなんか調合して、でなんか寝かせて満月にとか、なんかちょっと違ってたらなんかそういう風にちゃんと月のサイクルであのやられていて、あ新月なんだと思ったので、2月1日新月違う、なんかエミさん2月1日かすっごいこんな感じですけど、まあ皆さん調べて、あの新月の旧正月なので、あのね、なんかを始めるのにもぴったりすぎるっていうことですね。それで、あのそうそういえばなんかベリーダンスの友達とかが、あのベリーダンスの教室で、あの1ヶ月ごとにお月謝とかなるけど、その月のサイクルでやってましたね。だからその新月から1ヶ月が始まるって、だからそれはね、 あのまた別の、なんかあらゆる国でやっぱり月のサイクルによって儀式がみたいなことってねあるんでしょうねって思いました。で、あのなんかただの感想の回ですけど、あのこの間いつかな、土曜日、昨日は別にあのそんなに言うほどのことでもないので、あのジャンポール・ベルモンドっていうじゃないですか、わかんないかな、あのフランスの、あの石原裕次郎みたいな感じかなと思うんですけど、もう国民的な、あのキチガイピエロとかで、あの私はキチガイピエロの人って感じなんだけど、その人のなんかあの傑作選みたいな、その人の映画ばっかりやってるっていうのがあって、誘ってもらって、で全然知らなかったんだけど、やっぱりなんか懐かしいって感じで、そのあのね、なんとかかぶれなんで、私もそのそういうね、そのまあまつわるいろいろ、まあはい、あのフランス映画とかで、これを昨日のはめちゃくちゃなんかいろんな映画やった中の、たまたま時間があったのが昨日の朝だけだったんで、そしたらすっごいなんか本当の ただのなんかただ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 喜劇、あのなんかそういうジャンルあるんですよ、まあ、日本もあるけど、でも はっきりあるなと思って、あの言って知ったっていうのは、あ本当になんかこれはふざけましょうっていうジャンルが一つ映画であって、もう定期的にそういう映画は
あの聞く側も見あ作る側も見る側もなんかもうお約束って感じで、なんかふざけ、まあ、予算とかをかけまくってふざけ倒すみたいな、その有名なこう一流女優俳優をなんか無駄遣いするみたいな映画が、そういえばあのよくあったなって 思い出してたんで、そういうジャンルのやつ で、まあ、面白めっちゃ面白かったんですけど、まあ、それはまあいいんですけど、あのいいんですけどっていうか、あの後でなんか後で笑ったか、そのジェーン・バーキンがあのどっかでその映画のだから、そのだからっていうか、あのこれもその時代1977年とかの映画なんで、あのその時代の、まあ、スターがいっぱい出てるんだけど、そのここのね最初 その紹介っていうかどんな映画かなって見た時に、ジェーン・バーキンが本人役で出てますってチラッとって、チラッとっていうかその主要なメンバーではないけどって書いてあって、あそうなんだって、そういえば思ってて、ちょっとどういう風に出てくるのかなとか、若い頃だからなとかいろいろそういえば思ってたんだけど、あの終わってみてなんか分かんなかったっていう。で一緒に見た人もそういえばなんか他のなんかそのまあなんか贅沢なおふざけで笑ってたけど、あのそっちに気を取られてジェーン・バーキン見つからなかったっていうことも忘れてて、で一体どこに出てきたんだろうなって今でもちょっとそれがなんか頭の中を駆け巡るみたいな、あれだったのかなみたいな、そういうなんか面白かったですけど、まあ、それが昨日で、一昨日がまたこれもあの昔お世話になった方にお誘いいただいたんですけど、なんていうのかな、あの、まあ、お能なんですけど、でもそのなんていうの、本あのいいなんていうのかな、あの慣れてない人にもちゃんと解説するような、こうちょっとその敷居を下げたやつって最近増えてきてるじゃない。でそういうやつ で練馬区でも、そう うちは練馬区だから練馬区の、公園でね、滝技能とかそういうのもだから最近ね、そういうのってあのすごい盛んだと思うんですけど、その時もこう一流の方が来て、でもちょっと解説分かりやすく解説が途中であったりして、で見るやつ でこの間のは中野で新春能なんだけど、なんかいろんなそういうあの文化庁とかのあれがね入ってて、でこれはこういうね怒り担ぎっていうお能を、お能結構全然詳しくくらいとか分かんないし、あの分かるとはとても言えないけど、でもなんかなんだかんだで たまには行く機会があるんですけど、なんかあの最近そのちょっとですよ、だけどその和のね、和の響きとか言ったり、そのお香とか言ったり、なんとなくちょっと和に私がなんて言うんだろう、あのちょっと前のめり、あの前だと本当にこうあのなんて言うんだろう、受け身だったのがちょっと前のめりだったんですよ、その流れで。それだけで全然違うんだと思って、なんかその入ってくるものっていうか、その感動具合っていうかで、それですごいなんかきっとそういうことなんだろうなと思って、その自分がなんかこうちょっとそこに参加してるっていうのと違うかもしれないけど、でもなんかでもまあなんていうのかな、ただのお客さんっていうのとなんかこうちょっと和風も取り入れたいから、なんか学びたいじゃないけどっていうのか、あと身敷居が低くなるとなんかこう、だから初めからそういうこうあの世界なんかこうあの世界はちょっとよそよそしいとか、なんか敷居が高いとかよく言うけど、敷居ってこっちが立ててんですね、あのということにすごい気がついたんですけど、でもこれはあのお能なんだけど、こう日本の伝統を紹介的な一流の人でみたいな感じで、最初になんか神歌っていうなんかまああのこう
歌だけ歌う歌いっていうのがあって、次に狂言があって、それでお能っていうやつだったんですけど、だからまあ本気のところっていうか、正式なやつから言うとちょっと邪道な、だからトークコンサートじゃないけどっていうやつだったんだけど、なんかやっぱりなんかこう神事ですね、お能っていうのは。こう神の、だからちょっと神道とかわかんないけど、そういうものに通じるところがありまくりで、そのもう言ったらキリがないっていうか、なのでまあちょっとだし、ちゃんと言えるほどじゃないしっていう感じなんですけど、ちょっとちゃんとブログにも書けないみたいななんですけど、いやでも全部そうだ、その発声も、その最初のね、神歌っていうのがあって、でそれは能にして能にあらずって言われているなんか儀式の曲なんですって。でこの今回やった沖縄っていうのは、他のそういうのとは別格として扱われてて、でだからなんかね、新年にやるのにふさわしいやつなのかな。なんか役者はね、こう身を清めてね、でなんかおみきと千枚をいただき、なんかそういう清めたお米を、私もちょっとで塩と切り火で身を清めて舞台に上がるみたいな、祈祷の究極の芸術的表現とも言えるとか言って、新年や劇場のこけら落としなので、舞台の無事を願い上演されるっていうんだ。で、数体って読むらしいんだけど、数ね、素の表情みたいな、それに歌いって歌謡のようって書いて、でそれなんですよ。能面や装束をつけないで上演されるっていうんだって、神歌っていうんだって。ってでもそれが、そう、で最初これ見た時に、前座みたいな、なんか導入オードブルみたいに思ってたら、それがなんかすごくて、その関税、また名前が読めないんですよね、関税、喜ぶに正しいって書く人がやられたんですけど、まあ響く、なんか体に響くどころのさ、だから結局オペラ歌手のすごいトップ級のトップの人と同じですよね。なんかおじいさんがやってんだけど、ビリビリ共鳴する、だからなんかその歌によって、その人の声によってなんか払われるって感じ、本当に。なんかその本当になんていうのかな、そういう儀式っていう感じの、なんかすごいなと思ったりとかね。だからとっちゃ、その結局まあ行き着くところは、そのピアノで和の響きとかちょっとチャラチャラ言ってる場合じゃないっていうか、これはなんか本当になんかすごいなって、すごいものだなっていうか、だけどちゃんでもただその本物にね触れると、なんかやっぱり一瞬で分かるものっていうのはあるので、そのちょっとちゃんと本物に触れていきたいなと思いましたし、私なりにその何か取り入れるって言ったらあれだけど、そういうね教えていただくことは、で同じ、やっぱり同じなんだろう、その立ち方とか、そのやっぱあり方ですね、その存在、もう存在、歩き方、おのおの歩き方って、すり足って結局そのよくねっていうか、その構えて、例えば弓の構えとかも、また勝手な感想言ってるんですけど、弓の構えとかピアノの構え、何でも構えて動いた時に外れちゃいがちだと思うんですよ。それができたとしても、その動いた時に何かこう後ろ姿とか、何か何ていうのかな、後ろ姿じゃなくても、なんか隙がありまくりみたいな、すぐ殺されちゃうみたいな、なんていうのか、動いた時に崩れちゃうみたいな、溶けちゃうみたいな
風になりがちだけど、ちょっとまたすごい素人発言だけど、なんか結局そのなんて言うんだろう、あの充実しきっていて、なんか隙がなさすぎて、あのそういうのなんて言うんですか、なんかでもなんか例えばヨガの、 あの究極のヨギのなんか呼吸法の話とかでも多分同じなんだと思うんですけど、そのなんかね、あのそれは前こうそのヨガの呼吸の話聞いた時に、その生命エネルギーみたいなものが一生分でも例えばこう量が決まってて、それをポタッ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 って使うことで命をこう使い果たしていくだけど、それをあの普通の人たちっていうのはそのもうダラッダラに漏らしまくって、あの水漏れみたいな感じで無駄にタラ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 漏らしながらなんか生きてるから、なんかあのこう瞬発力も出ないし、でなんか早く死んじゃうっていうか、なんかあるいは死んだように生きてるとかなんかなっちゃうけど、それがコントロールできるヨギはあの漏らさない、それは呼吸によっても漏らさないっていうのもあるし、なんかその体のあのリラックスしてるけどあの脱力してないみたいな、その究極の状況ってあるじゃないですか、そのなんか中村天風さんが言ってるなんだろうとか、カリアッパシの壺とかそういうやつ、あそういうやつ、あ本当にカリアッパシの壺でした、なんかそのあそのあの水をなみなみとたたたあの注がれた口まであの壺のその揺らがなさみたいなので、その金だけどどこかがすごいあのなんか濃淡があってとか波立っててとかあのムラがあるっていうことが全くなく、そういうなんかだからこう海そのものみたいな感じのままこう移動していくっていうのが本当の多分すり足だから、そのあ筋あのとてつもないこう緊張感っていうか、緊張感って言っても力が入ってる緊張感じゃなくて、その張り詰めた緊張感があのほどけないんですよね、抜けないっていうか、そのなんか場の作り方とか、でもそんなことをあんまり前は思わなかったから、やっぱりちょっとそういうね他のことでいろいろなんか知ったりすると、同じもの見ても多分ちょっとはね違うんだなとか思ったりしたんですけど、やっぱりその人たちのすごさ、その舞台上はもちろんのこと、その会場全体を支配してしまうなんかあるだけでみたいなやつってやっぱすっごいんだなと思ったんですよね、その最初のやつだけでも。でまあちょっと他はそんなにあれなんですけど、 あともう一個っていうか、その表現があの野村萬斎さんだったんですけど、その司会の方がちょっとちゃんと言わなかったんだけど、多分濃厚接触者になら、ご本人コロナかちょっと分かんないんですけど、とにかくあの土壇場で出てはいけない人になっちゃって、それでねどうなったかっていうと、なんとあのこれね、あの中野のそのゼロホールって、まあ、あの中野区のホールですよね多分。それでまあ言ってみればそのおのおファンじゃなくって、でもここずっと何年もこのシリーズを開催されてて、そのねなんだけど、その敷居を下げてっていう、まあちょっとこう格をね、例えばそういう国立のところで能楽堂とかでやるようなのとはちょっとこう格が低いやつって言ったら失礼やけど、まあねそういう説明とかしちゃうし、なのになんとなんか萬斎さんのお父さんの萬作さん、人間国宝の萬作さんがピンチヒッターで出てくれたんですよ。出てくれたっていうのも失礼だけど、まあだからやっぱりね、親心っていうか、まあその責任感、そこの場を埋めるのはやっぱり自分だって思われたのか、それでだから
ね、その舞台上にしつらえたその能舞台だし、本当のね能のそういうところじゃないところで、なんかそこがやっぱり本当に逆にそのわからないですけど、プライドとかがあったら、いやそういうとこには出れないって言って、もっと若い人がやるってこともいくらでもあったと思うんだけど、そのお客さんをちゃんとリスペクト、分け隔てなくリスペクトしてる感じとか、いろいろなんかそのこと自体めっちゃ感動で、でそれがね、あの昭和6年生まれって言って、父と同じ、父も行ったんですけど、めっちゃ喜んでましたけど、その90歳なんですよ。それで、でそのチャツボっていう能の、あ、じゃないや、狂言の演目って、その狂言だからね、まあ、喜劇で、本当にこう、いればいいってやつじゃないんですよね。その人間国宝だから、こうずっとじっとしてればいいっていうやつじゃなくって、ものすごいいっぱいこうアクションとかあって、でだからちょっと90歳と思えないその身軽さで、でやっぱりその司会の方も、そのまさかの野村万作さんが出てくださることになりましたって言ってて、でもその90歳と思えないその裏でね、階段とか駆け上がってますとかってなんか言ってらしたんですけど、やっぱりそういうなんかあり方とか鍛え方とか、そのヨギの言うところのなんかその漏らさない、多分そのね、こうずっとそれでやってきてるから、プロで、だからそのエネルギー満ち溢れたままの90歳みたいなことに、しかもね、もちろんね、もうずっとやってきてる、で自分が息子に教えたっていう、もちろん演目で、定番の演目でしょうけれど、でもなんかその当日とか、きっと当日前日にその突然出られないってなって、でいきなりやって、もう何の遜色どころか、もうちょっとやっぱりすごかったんですけど、その全部やっぱ入ってるんですね。当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけど、でそのやっぱりその国宝の芸を見たっていう感じで、そうなると、そういう域になると、見てる方が素人とか知ってるとかをもう超えてくるっていうか、こちらがどんなにど素人であっても一気に引き込む、なんか芸の力みたいな。だからちゃんと素人が感激できるっていうのって、なんか逆にすごいじゃないですか。それでなんかその結局間ですね、その人間国宝って何か分かんないんですけど、私がこの間思ったのは、結局だ、相手あってのやり取りじゃないですか。そのもちろんね、喜劇をね、まあ、主に3人登場人物が出てきてやるんだけど、その相手の結局本当にライブって、その時にその相手が本当にセリフは決まってるけど、当たり前だけど、当たり前だけど、その時その瞬間のそのタイミングっていうのは1回しかない、毎回絶対に違うじゃないですか。その全体の流れによって、会場もそうだし、そこに至るそのいろんな裏 の, その楽器の人たちの間合いとかも、譜面に書いたりタイム測ったら一緒だとしても絶対違うじゃないですか、毎回それに対応していくから、ものすごいなんかキメキメなんだけど即興的な、同時に なんていうのかな、やることは決まってるけど、決まってることは一つもないっていうか、なんていうのかな、その 0.0 何秒の差、なんていうの、その
発するタイミングみたいなのが、そんなの分かんないけど、やられると絶妙すぎるってことは分かるんですよね。そのあーっていうか、なんかあの本当になんか見事なところだから、やっぱりある意味時間芸術ですよね。その見事なところに決まっていくみたいな感じが、なんかいいもの見たなって思いましたね。そういうなんかそういうのでした。なのですごいまさかの野村万作さんが見られて、本当だったらねそんな簡単に多分あの券なんかね取れないでしょうに、という感じでね、なんかやっぱりなんかかっこいいなって思いましたね。極めたし、すごい安っぽくなっちゃった、かっこいいなって、なんかね。なのでなんかそういうのもあの和の流れで、なんかでもすごいなっていうか、そのやっぱりなんていうんですかね、あの甘くないなっていうか、そのここに生まれちゃった人たちっていうのは、まあ、ある時から受け入れていって、それで覚悟を決めるんでしょうね。なんかでだから外からなんかかんか言われたりしてたりね、いろんどこの世界もなんかあのとか、若い人たち2世とかは2世3世、これ2世とかどころじゃないですよね。そのもうずっとだけど、絶対なんか言われてるしね、えだけど、まあ、そのもうその根本が違うっていうか、その、うん、なんかねちょっとその人じゃなければ分かんない大変さとかはいいです。だからやっぱりあれですね、そのなんかあのあれ、戦国武将じゃないけど、やっぱりこのなんか伝統を守っていく覚悟みたいなところだから、もうやっぱそりゃプライベートで子があったりとか、あの人はなんとかだとかあるかもしれないけど、それと同時並行してやっぱりあのちょっと私たちとは違うなんかメンタルの場所にいるんだろうなと思いましたね。みんなそうですよね。そういうなんかあのそれぞれのそういう伝統、歌舞伎は歌舞伎で、そのちょっと計り知れないなんか背負ってるっていうかと、それがあの力になるんじゃないですかね、とかね思ったりしましたけど、なんか誘っていただいて、すごいちょっとやっぱり能って面白いな。それであのね、お能は父に聞いたら、お能はあの父はなんかね死ぬほどなんか好きなんで、昔の人だからね、なんかそのなんていうの、その台本みたいの買ってめっちゃ見ながらなんかやってて、もうなんかすごいハイになって、なんか楽しそうでしたけど、だからなんか女の人が女のあのお能のね怒り担ぎっていうのもすごい面白かったんですけど、まあちょっとそれはそれまた言ってたらキリがないんですけど、子役でね、この主役の人の お嬢さんが出てて、で女の人もね能の舞台には出れる。そういえばなんか前友達でお能を習ってる人の発表会に行った時に、その人は男の人だったんだけど、女の人も出てて、ああこういうの習ってる人たちもいるんだなと思ったんだけど、あれ白洲雅子さんっているじゃない、いたじゃないですか、めっちゃかっこいい人、あの白洲雅子さんにやってましたよね、確かに。で相当好きですけど私、あの人、その白洲雅子さんのあのかっこよさはこれもあるだろうなと思いましたね。てかとんでもなくお育ちのいい人で、あとあらゆる意味ですごいけど、感性と頭の良さととかですけど、なんかおのなんか忘れちゃったけど、前よくいろんなの読んでて、ちょっと忘れすぎてますけど、でもおののこととかよく書いてたので、きっとやっぱりなんかすり足の話とかも書いてたかな。なんか何でもいいから、そういうのってやっぱり
ちょっとかじるだけでも違うんだろうなって、やらないですけどすぐやりたくなっちゃうみたいな感じで、ちょっとだけでも、ちょっとだけでもなんかすり足の講習とかだけでもないかなとか思うぐらいなんか面白かったですよっていう話でした。っていうことでなんかまとまらないですけど、まあなのでやっぱりその和はね、でもちょっと私がなんか向こうの方から、向こうの方から和が来たったらあれだけど、ちょっと和の方からこう一生懸命こうなんかこう出会ってくれるので、最近くれるっていうのもあれだけど、だからやっぱりねちゃんとね和、だ次はなんか3月3日がひな祭りだから、まあひな祭りは関係ないけど、でもちょっとそのあたりでまた和のテーマで、いやでもいろいろああと思って、あのこの間のいつだっけ、26日の和の響きがどんだけなんか適当で穴があったら入りたいかっていうことがもうよーく分かって、なんかそのね鼓の音とかもやっぱねみたいなね、だからなんかまあそうやってちょっとずつなんかまた次の輪に生かしていきたいな、生かせないですけどまあねとか思ったりしましたね。だからなんかいろいろなるべくそういうね貪欲に刺激に出会っていきたいと思いますね。そんな感じでしたっていうご報告でした。では終わりたいと思います。なんか勝手な話だけ、好きな話だけして終わるっていう、1月31日ですね、今日1月最後の日ですね。なのであ早起きしたいとか思うけど、ちょっとそれには早く寝なきゃなんないってことも全前倒ししなきゃいけないから、でもなんかもっと前倒し、もっと前倒しっていうか、なんかな、多分なんだろうなと思って、なんかね勝間和代さんとかが全部だから例えば今日のブログの記事を今日書いてると、やっぱりまあ一言で済む日はいいけど、でもまあねそれがやっぱり突発的な、だから勝間さんの読んでると、あの人いろんなところにいろんなの一日にこう書くノルマがいっぱいあるけど、大体もう何日か先のことをやってるから、明日のやつはもうあるから、その絶対この時間に寝るって言ったら、そこで何かが中途半端でも明日のことはもう終わってるっていうかぐらいになってるから、そのサイクルが守れるんだけど、やっぱりなんかね、なんか予定って絶対入ってきちゃうし、それこそ刺激を受けに行きたいとか思ってるとね、そうするとなんかなかなかなんですよね。とはいえそれで2日前倒しってやろうと思っても今しかないっていうことが起こってくるから、やっぱそれはね今しかないんですよね。そのね、その今答える、今っていうのってやっぱりありますよね。だからやっぱそこ最優先ですよね。でもそしたらなんか大丈夫になってるはずで、大丈夫になってると思います。なんか結局何言ってんだか分かんないですけど、まあなのでやっぱり今ここにいるとなんかいい感じになることはまあ確かかなと思いますね。今ここに全力投球すると意外となんか計算してスケジュールバッチリ立てるよりも早く時間短くとかあっという間に終わったりとかね、いうこともあったりねしますけど、まあ、とにかくなんかちょっと気持ちを新たに、それがなんかいいなと思って、日本っていうか一回さ31日にやって、毎年思うけど12月31日とか元旦に改めなきゃって、改めきれずで、なんかもうなんかワンチャンス、なんか敗者復活みたいに、もう一回旧正月があったみたいなっていう感じで、もう一回リベンジ正月でなんかしたいっていうか、ちょっとねもう一回と思いましたっていうことです。なんか終わりそうで終わんなくてすいませんでした。では終わります。1月31日月曜日、今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。では失礼いたします。ありがとうございました。